それではですね、続けまして、私さんから今回 の調査の、結果についてですね、20分ほどお時間をいただきまして、報告をさせていただければと思います。やりますね。はい。今会長から。こっちの方が映ってるんで、すみません、ちょっと余裕しいですけど、正解、農業遺産でですね、椎茸生産の変遷ということについてちょっとお話しします。はい、ちょっと今、あと話題の日本学術会議の連携会議というものをやらせてもらって、今問題になっているのは正会員の方でですね、連携会議というのもちょっと人数が多いものが2人になっていますので、あまりご心配をさらせしてあれですけど、独立性は保っていきたいと思っております。すみません。で、ちょっと先ほど身に余る紹介をいただきましたけれども、簡単なこれまでの研究とですね、自己紹介、そして循環型農林水産景観と椎茸栽培の長期的な変遷と価値を皆さんもう分かっているんですけども、なかなかこう言葉にされなかったり、十分発信されている部分もあると思いますし、椎茸生産、会長から今、二酸化炭素の固定と、あるいは温暖化物質の、地球温暖化への貢献という意味での、環境面でのですね、貢献いただいたんですけど、そういう新しい価値みたいなものも、ご報告、発信していくということが大事なのかなと思います。で、すみません、これはざっと見ていただければと思います。で、特にですね、共通するところとしては、これ、能登半島でですね、私、学生を連れて、能登手まりですとか、一時号を使ったですね、ブランド化をの、少し聞き取りをさせていただきました。で、向こうもですね、皆さん、若手って言ったらいくつかっていうとですね、60代なんですね。なので、若手農家っていうのが60代、70歳未満っていう定義でやっております。ですので、どうやっても新しい方、あるいは、リタイアされた方っていうのを来てですね、一緒に生産をしていくのかっていうことは一つ課題なんですが、ちょっと国崎と違うのはですね、生の方でやって、割とブランド化をしようとしているという意味では、ちょっと足が短いというか、決まった期間に割とこうまとめてやろうとするところはあるんですけども、農業遺産になった里山というのがシンボルである。で、元手前という、21115を使った大型なもので、肉は何センチ、薪は何センチってこうきちっと決めてですね、ブランド化されようとしていたというところがあります。で、私、新しい農家さんとですね、古い農家さんで、どれだけ違いがあるのかなと、っていうことをちょっと調べたんですが、実はそんなにはっきりした違いはありませんでした。昔から干し椎茸もやってる方の方が、取れる、なんていうかですね、数は多かったりするんですけども、あと、能登手まりの、能登手まりっていう最高級のブランドになり得る、こう、薪とか肉厚の具合があるものを出す打率みたいなのがちょっと高いとかってあるんですけども、そんなに大きな違いがなかったんですね。で、なんでかっていうのを、今日もお見えですけど、試験場に立てなかった議論してたんですけど、新しい農家の方って、本当にマニュアル通りに15センチ開けてくださいって言うと、ちゃんと15センチ開ける。で、昔から干し椎茸やってる方っていうのは、やっぱりちょっとその自分のなんていうか、勘とか経験っていうのが、役に立つだろうっていうことで、ただ、打つ種がもう違いますんで、ちょっと癖が違ったりするんですけど、割とこう、自分で変えられたりするマニュアルの方が。で、そこで、うまくいく方ももちろんいるんですけども、マニュアル通りにきちんとやるのは新規参入されている農家さんで、時にもそちらの方がうまくいくケースもあるということが結構分かりました。ちょっとすみません、今日、すごく神業的なですね、レジェンドの方々も混ざっているので、ちょっと失礼なあれかもしれないですけども、ただ、どうしてそういうことが起きるのかというところは、すみません、私の分析では十分解明できなかったんですけど、意外とこの新規と古い方の
やり方が若干違う中で、どちらが効率がいいのかとか、どちらがいいのかっていうのは、必ずしも一概に昔からやってる方が、新しいブランドが入ってきたときには有利とも言い切れないということがちょっと分かりました。もう一つですね、すごく面白いのが、観光にですね、こういう、まあ、シータで見分けるの難しいんですけども、活用しているという点です。これは、バスを整備したシミになりますけども、言われたのはですね、よく、田植えとか、稲刈りで観光に使いたいっていうことは言われるんですけども、それって年に2回ぐらいしか、決まった時期にしかチャンスがないんですよね。で、やっぱり学校で集団に来てちょっと手伝いをするっていうのも、時期がかなり決まっていて集中しているので難しいっていう中で、こういうのは、キノコを、まあ、見たりですね、探したりとか、そういう活動を取り入れると、少し秋にもう少し長い間ですね、人々がそういうものを見て楽しんだり、一緒に、まあ、分かっている人と一緒に探したりっていう観光に役立つことができるっていうようなことが、まあ、分かったことでございます。で、まあ、こういうちょっと論文なんかも書いたりしてですね、で、まあ、市民参加っていうのをどういうふうに促していくのか、そこで住民の皆さんが生きている皆さんがどういうふうに、そういう世界農業者っていうのが、一緒にやっていけるものになっていくのかっていうのはちょっと大事なポイントではないかなと思います。で、これはちょっと僕のことではなくて、食の創造都市というものを使っている山形県の鶴岡市って、皆さん聞いたことありますかね。原料野菜を使ったイタリア料理とかね、そういうことをやってらっしゃるところがあったりしてですね、ごめんなさい。で、まあ、行政が中心で、進めていたものがだんだん住民の皆さんが主体になってネットワークがばらけていくようなそんな時系列があったんですけども、世界の皆さんは今回登録されて、5年、ノブハンの場合10年経とうと、しているわけなんですけども、それ時間がやってくるに従って県とか市とかっていうところが中心であるよりもだんだんと生産者の皆さんなのか、観光協会の皆さんなのか、そういったところにもスポーツシフトしていったり、動きが、まあ、ばらけてくる方が、イノベーションが起きやすいということは言われております。トップダウン、ネットワークが集中しているほうが、意思決定は早いんですけども、こういう、ばらけたものにだんだん変化していくということも、もしかしたら、国先になったら起きてくるんじゃないかなと、少し思っている仮説でございます。あとは知識についてもですね、先ほど申し上げたように、マニュアル化される部分、人に伝えるために、文章になってくるものになる部分と、それが、まあ、巧みに上げるみたいな形で、アドルチって我々言ってるんですけども、そういうところが混ざり合ってくるような知識の変化っていうのが起きてくるのかなっていうのを、ぜひ、こちらの国先でも、見ていきたいなと思っています。で、世界農業遺産、になってですね、じゃあ生産者にとっていいことありましたかって言われると、聞きに行くとですね、生産者の皆さん、ぜひ、こう、自分たちの、まあ、なんていうか、扱ってる作物が、取り扱いが増えたらいいっていうふうにおっしゃっていて、ノコアートの場合は2011年に登録になっているんですけど、まあ、オープンで、扱い量は増えてはいるんですね。ただ、登録された元、そういうしかもブランドを目指してたものっていうのはそこまでそう強い伸びじゃないというか、まあ、フラフラしているような感じなんですね。数普通の元3元で作られたっていうものはガッと伸びてたりで、カバーなんかはもっと伸びているわけなんですね。特に世界農業遺産とは登録されたとは関係ない。関係ないというか違うエリアなんですけども。で、もうちょっとこれにですね、今回2018年まで見たデータがあって、そうしますとですね、数はやっぱり増えてました。数としては増えてるんですけども、付加価値というか値段、単価ものの、1個当たりの値段というのは、そこまで、増えてない。ないしは、ちょっと減ってるぐらいです。で、何が効いてるのかなと思ったらですね、レタスとかですね、そういうちょっと、なんていうか、世界農業遺産のシンボルみたいな作物ではない、
ものが、まあ、残さんという形で結構数として売れるようになっていったのは、数はそんなに高くないものということでですね、量とか何々さん、例えば国崎さんでのお話しいたけとかっていうのがイメージを良くするというところでは、こういう農業遺産の登録って多分効果が多少あるんじゃないかとか、企業を良くする上では効果あると思うんですけども、じゃあ、ボリュームが増えたから、値段が上がるかっていうと、そうはなってないっていうのも一つ、まあ、農業遺産の認定の、ネット販売の場合ですけども、で、狭い範囲で、成長のちょっとカタログなので、狭い範囲で見た、値動きですけども、そんなところがあるのかなと、思っています。はい。と、ちょっとごめんなさい。もう一個大事な事件というか、違います。新幹線が開業してるんで、ちょっとその、すごい、追い風がその年はすごくあったということも、あります。はい。で、まあ、花壇についてはですね、花壇祭っていうのは実は過去、もう30年、ずっとブランド協会っていうのを作ってですね、進めてきました。で、能登の方が言うとですね、能登の祭っていうのを東京とかで言うと、花壇祭でよく間違えられるんです。残念だっておっしゃるんですけども、私はむしろ協力して、能登も加賀も近いんだから、そういうイメージでですね、能登半島に加賀屋さんっていう有名な旅館なんですけども、それぐらいにこう、お互いブランドを、まあ、融通し合いながら、石川県全体でやってるっていうのもいいんじゃないかなっていう言ったんですけど、やっぱり、それぞれのエリアのプライドみたいなのが、それなりにあって、いろんな議論があるところかなと思いました。こちらでもですね、生産の、まあ、協議会とかいろんな動きがあるというふうにも伺っておりますけれども、ぜひ、まあ、そのエリアをどういう範囲で取るかとか、どういう名前にするかっていうときに、なるべくこう、もちろん、国崎というブランドもすごく強いですし、シイタケっていう面ではトップの一つだと思うんですけども、どういう範囲でどんな戦略でやっているのかっていうのは、よく議論されるといいんじゃないかなと思います。で、今回も、すいません、研究のように、入っていきたいと思うんですけども、こういった、国崎、餌地域でも遺産では、ため的には、雨が少ないエリアであるということで、非常に重要な要素になっています。で、原則で、まあ、生産されているということも大事なんですけども、結構、これは、労働の手間がかかってくる、ということと、皆様、素晴らしい品質をお持ちなんですけども、これをこれからどう伝えていくのかということも、一つ大事な、ポイントになってくるのかなと思います。で、まあ、木がある意味では、生産をする、林業を分解するということを会長で昨日お話ししたんですけども、そういう分解をしながら、産んでくれる食料であるという、非常に大きな特徴がある。で、CO2 も、まあ、固定している機能があるということになります。で、こういったものをですね、環境と、なりわいが両立する、あるいはドッキングしたということを、例えば、椎茸で、この椎茸を、召し上がっていただくと、環境にも貢献している。あるいは、皆さんのふるさとにも貢献しているんですよってことを示していけるような、そんなモデルを作っていけないだろうかと考えています。で、我々としてはですね、どういう、まあ、歴史があるのかと、ということを少し聞かせていただきながら、その人と、生産がですね、ホラジオの皆さん作られているところが、どう、林の、まあ、歴史なんかと関係してくるのかということを見える化できないだろうかということを一つ研究テーマに掲げています。で、もう一つ、今日はまさにこの開催しているところなんですけども、この素晴らしいものをですね、どう伝えていくのか、しかもそれを次の世代の方々、今日は大学生の方とか若い人も少し特別に来ていただいてますけども、若い世代の人たちにも、そういうものを、まあ、知ってもらう、そういうものが大事じゃないかなと、思っております。で、冒頭でも申し上げましたけれども、担い手が減ってくる、あるいは聞こえが変わってくる、そういう中でどうやって、こういったものをさらに進歩を続けていくのか、生産を続けていくのか、で、伝統とか歴史っていうのはすごく大事なんですけれども、実は伝統とか歴史っていうものも常に変わってきたものなんですね。伝統っていうのは、伝承される部分、絶対変わらない部分とですね、時代時代、変化に合わせて、適応してきた部分があると思っています。で、今、多分非常に大きいのは、こういう台風ですとか、気温が上がってきているという
環境面での気候変動と、まあ、人が減ってきている。でその中で低温性品種の生産ですとか、持っている、まあ、価値というものをどう伝えるのかというのが非常に大きな挑戦になってくるのかなと思っています。で、先月会場に入っていただいて、三重県の、出身の、まあ、大学生と沖縄の高校と、国崎の、高校生が交流してお互いの食文化を伝え合うということを、直接会えませんので今ズームでやらせていただいて、大分の高校生と、まあ、沖縄の高校生が交流しましたということも、やらせていただきました。でここからですね、あそこにとって三宅さんが中心で私もご一緒させていただいたりもしながらですね、聞き取り調査を、皆様方にですね、ご協力いただきましてありがとうございます。聞かせていただいた、少し本当にまだ11件しか、回れてないんですけども、本当にたくさんの方々のご協力をいただいてですね、進めているところでございます。ちょっとコロナ等々の影響でなかなか、皆さんにもご迷惑をおかけしているところですけども、まあ、椎茸生産の歴史的な変遷ですとか、国の中の農業産の、まあ、活用状況、オンライン会の適用というところをですね、返していただいて上で、これからどうやって販路ですか、ブランドとか、知識の伝播ということをお考えになっているかということを伺いました。で、ちょっとここから、データになってくるんですけども、本日お見えですけど、そもそもさんにも、伺いましてですね、すごく大きな話です。昔は、船でですね、山口ですとか四国にも、ホタテを調達されていたという話ですけども、ここ2、30年で、まあ、世界農業さんが今のエリアの中でですね、調達されるようになった。ずっと昔から、エリア内だったということで、昔はそんな、まあ、船で、まあ、四国もすぐで安くなんですが、遠くから、まあ、調達されてたんだっていう発見が、我々のしてみるとあったりですね、だんだんと、まあ、機械化とか、省力化なんかもされていますけども、まあ、非常にまだ、労働力がかかる、ところでございます。で、やっぱり生産者も、減少されていて、クリギリンとか小田原の、まあ、山本エリアの問題と連動してですね、こういうものも、課題ということと、もう一つは、稲作農家が、まあ、一つ減っているということで、ため池の水を、水田の方に使うといったものの、一部ですね、まあ、新宅にも生産されたり、棚田の、私のを見せていただきましたけども、棚田の一部を小田原に、転換されたりということをされているということを、学びました。で、皆様の、少しプロフィールなんかを、ここに、お見せ、しておりますけども、まあ、よく知っている皆さんからですね、椎茸生産の、変遷というものを少し、見せていただきました。で先ほど、南朝部とかですね、CO2 の固定の話でございましたけども、大体、まあ、多くの皆さんがですね、クリミリンの方は、5ヘクタール、未満というのが、まあ、過半を占めているところです。で、多くの、まあ、調達先がですね、所有、経営している、まあ、3人から、あるいは、まあ、売らないでっていう方が、まあ、大丈夫です。四国とかですね、そういう方は、まあ、当然、あまり、現時点では、まあ、いらっしゃらない。運営調達先が、まあ、地域内に周辺施設がある。で、セコムが、自体は、まあ、皆様、お聞きした全員が、もう、実施されているということで、世界の水産の、まあ、循環のモデルというものが、本当に共有されているな、と。ということを実感いたしました。で、ここはすごく、今日の、多分一つ大きなテーマだと思うんですけども、気候変動に対して皆さんどういうふうに感じてますか？やっぱり温度が高くなったね。秋、まあ今の時期ですけども、特に高くなったとお感じになっている人が8割以上いらっしゃいました。あと、雨が減りましたっていう方も結構、いらっしゃいました。で、どうされてますか？ここを聞いたところ、品種を増減ではなくてですね、中古品種に移行しますよ、買ってますよって方が7割。吸い込みの時のですね、カビを、まあカビが温度調整のためだと思うんですが、カビを出しますよというか、半分ぐらいの方です。ちょっとこれ、労働が増えてるのかなと。で、吸い込みの場所の下草を残されるっていう人が7割ぐらい。で、まあ、だいぶ、まあ、気候変動もあってですね、来るのに対して、カナリを補充して、強化しているとかですね、冬場も産生されているという方が、まあ、半々ぐらい
でございます。ちょっと、ちょうど今、過渡期で、半分ぐらいの方がこういう対応をして、半分ぐらいの方は、まあ、場所がいいのか、別の要因かわかりませんけども、されないっていうような、回答をいただいたところです。で、低分子の、まあ、生産っていうのがだんだん、どうでしょうか、皆さんも実感して、まあ、若干難しくなってきているということなんでしょうか、少し、手間がかかるということなのか、減ってきているというのは、温暖化が影響しているんじゃないかなと思います。で、どうして、難しいんですかというふうに伺ったところは、やっぱり、手間がかかる。労働コストが、まあ、一つかかってくる。あとは、まあ、技術が、どんどん、それほど確立されていないということを、指摘される声が多かったです。で、気象情報は、もう十分ありますよと。何度かとか、雨がどうだとか、そういう情報については十分あるので、そこはボトルネックじゃないんだけども、どうやったら、まあ、手間をかけずに、こういうものに対応できるのかということを今、皆さん、少し、まあ、これを読むとですね、お悩みのところなのかなと。散水とか、防ぎとかを、まあ、やっていくにしても、手間がよりかかってくるようになると、多少その品種が高く売れても、ちょっと難しいかなというふうに、感じていらっしゃる。なので、まあ、例えばですけど、今日きっかけにですね、そういうことについての農家ですとか、この辺が頼めるんじゃないかということを後で皆さんとも議論できればなと思っております。ちょっとこの、生息する生き物についての話なので、飛ばさせていただきます。はい。ちょっとすいません。まあ、これの活用なんですけども、販売先としては皆様、しいたけの、まあ、農協さんを通してということと、まあ、ブランド化についてはですね、まあ、品種ですとか、そのローカルなブランドですとか、あるいは農業さん、ちょっとレベルがあまり、揃ってない、レベルというか、次元が違う、ブランドがいろいろ入っているので、この辺も、少し議論できるのかなと思います。まあ、品種の部分とですね、低温の、ものとですね、あるいは、まあ、エリアで受けている認定である世界農業遺産というのをどう、こう、使い分けてやっていくのかということを、少し、OSK の、皆様の巻き込みでですね、議論されるのがないのかなと思います。はい。で、まあ、どういう人から、情報を受け付けてますかというと、実は、家族から、親御さんからということが、やっぱり圧倒的に、まあ、多いのかなと、いうことなんですが、一方では、今日ね、ですけど、まあ、研究センターとかですね、そういったところにいる、困った時の、まあ、相談なんかも、それなりにあるというような状況が、わかりました。で、気候の状況については、まあ、進行とかですね、資金の、まあ、メーカーに聞いたりすることもあるという、まあ、皆さんの情報共有がですね、プラスはこんな形で、あるのかなと思います。で、気候変動についてですね、ちょっと強調しましたけども、この低温品種、まあ、価値、高い値段で流通しているということなんですが、生産量が減っていて、まあ、専門的なのか、あるいは皆さんでこうノウハウを少し共有する必要があるんじゃないかなということで、まあ、そこを見える形で束ねていくことでですね、少し強くしていくとかですね、まあ、地域組みで、認証なんかをやっていくということで、まあ、しいたけは、ほとんど有機、言わなくても、まあ、有機であるという状況なんですけども、そういったものを輸出なんかをする際にはですね、一つ言っていくということもありなんではないかなと思っております。で、エリアとしての、まあ、世界農業遺産ではですね、さっきなどの、まあ、コラボレーションですとか、その場所を見に行きたい、ちょっと、打ってからですね、では、ね、というか、収穫できるまで時間がかかりますので、観光っていうものにどうつなげていくかっていうのは、景観ですとか、体験してもらうというところも、あると思うんですけども、そういったところでのつなぎ方っていうのも、今後、考えられるのかなと思っております。いろいろ、申し上げましたけども、どうぞ、よろしくお願いします。ちょっと明日、クジャンぐらいの番組で、セルセンサーゲームをやるので、もしお時間あれば見てください。はい、どうも、ご清聴ありがとうございました。